ワクチン感染防止なんで。大丈夫か？これでは。すまねえ、逃がしちゃった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。結構アップスきつかったですね。探すのはコルネオでいいの？戦闘中に時間オーバーして動画切れたのもちょっと忘れましたね。大事な人なんでしょ？いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。花言葉、どういう意味だったんだろうな。再会だよ。花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。いいやつですね。地上に出よう。上へ行く方法を教える。一応ロックの解除をしときましょう。この後はサハインプリンスがいるので、そいつの手前まではもう動画を撮らずにここで終わろうと思います。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば7番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。
くか。はい、じゃあサハギンプリンスに挑みに行くので一旦今日はここまで、バイバイ。本当はサハギンプリンスに挑むとこからやろうと思ってたんですが、忘れて普通に戦っちゃいました。しかも意外と瞬殺で終わりましたね。ファイが全体化を一発目に打ったら取り巻きが一発で全滅して、これで全部だろうな。であとは普通に攻めてってすぐ行きましたね。時間かかるぜ。そうだ、七番街の復興に役立てるならマハラさんに預けようよ。で行きましょう。そんなほとんど MP は使ってない、こんな感じですね。入りましょう。取り切りました。スキルアップ武器も全部取り切ってチャプター14は無事終了。あとはチャプター15、16、17、18。ミッドガルを登っていって、新ラビルについて、新ラビル登って、研究所を回って、ラスボス。おや、あんたたち。スラムエンジェルからだ。七番街のために使って、だって。スラムエンジェルって、あのスラムエンジェルかい？あんたたち、あったのかい？いや、人捨てに受け取った。へえ、スラムエンジェルがね。ありがたいね。大事に使わせてもらうよ。そうだ、これあげるよ。あんたたち、使うだろう。さあ、一通り全部クリアしました。あとは開発地区。意外とローディング早かった。こっちだね、こっちだっけ。さあ、壁を越えていきましょう。準備はいいが、この壁を越えちまうと簡単には戻ってこれねえぞ。おう、ちゃんとワイヤーガン持ってますね、バレット。
お前さあ、長かったチャプター14もこれで終わりですね。そのつもりだ。合ってると思うぜ。それ、わかる。最初はよ、不愛想、気取りや、過剰な自意識、いけつかないやつ、堂々1位だったが、さすがに分かってきた。本当のお前は違う。そうそう、本当は優しいよね。子供の頃は気づかなかったけど、そんなものをもしあっても戦場では役に立たない。いや、邪魔だ。ま、神羅に優しくする必要はねえけどな。エアリス、待ってるよ。かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。はい、チャプター14、これで無事クリアしました。今日はここまで。